こちらアメリカのオークローンパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポルトを飛び出したのはアイマシーン。綺麗なスタートを切りました。スイートビート、前に行きそうです。シェルテスト、それに続いています。さらにはアイマシーン、1番ロジーナ、その後ろグロリーボタン、後方に控えました。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはスイートビート、その隣にシェルテスト、その外からコロニアルウォーターズ、その後ろにアイマシーン、大位置をキープしています。ロジーナ、その外にレインボーカンパニー、緑の帽子マセアナ、その後ろ、その外にグリークボード、並んで8番イングランドオーキッド、すぐ後ろにサイドルーブル、その隣にバターカップ、すぐ後ろにグリーディートリッ、最後方にグロリーボタン、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から11番コロニアルウォーターズ、レースを引っ張ります。その外にマセアナ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として11番コロニアルウォーターズ、ここで先頭が入れ替わりました。コンサートエルフ、コロニアルウォーターズ2番手に控えました。3番